はい、どうも、海です。本日もデイちゃんの幕切れ続きからやっていこうと思います。はい、前回は京子さんの過去を見ていきました。もう壮絶な過去でしたね。めちゃくちゃ怖かったし、グロかった。なんかいろいろ残酷でした。じゃあ立花ルートですね。今日は前回の京子さんルートにも立花の小さい頃ね、こう可愛らしい立花出てきたんですけども、まあちょっとね、怪しい雰囲気でしたね。なかなか残酷なサイコパスな少年。口縄の口酒、口縄の口酒な、これで口縄って呼ぶの。第3話ですね、やっていきましょう。うわー、もうやばいね、ヘビがいるもん。だってね、立花マジで絶対的にやばい存在だった。平気で人ね、殺すの楽しむタイプっていうか、サイコパス気質ですね。なすごい波の音。あ、かわいい。でもかわいいんだよな。小さい頃はかわいい。立花仁、よっと。なに。お、誰ですか？なんかイケメンな背丈。おい、仁、気をつけろよ。その岩滑るから。それくらいわかってるよ、兄さんと。兄さん？僕たち兄弟は時折こうやって崖の上によじ登っては空を見るのを楽しみにしていた。お兄さんいたの？本当の？いくら慣れた場所といえども、手元の小さな明かりだけを頼りに登りきるのは容易ではない。はあ、やっと着いた。夜の海は好きだ。今日の星は一段と綺麗だな。新月だから本当の星がよく見える。ここなら民家の明かりもない。最高だ。なんかサイコパスなことをしようとしてない？南の空の赤目のサソリ。何それ？兄さんはカバンから取り出した星座早見をくるりと確認し、一人で納得したようにうなずくと、カンテラの明かりを吹き消した。何？怖いんだけど。なんか突き落としたりしないよね、この海に。崖の上に吹き抜ける優しい風は汗を吸った着物を冷やしてくれる。光り輝く星空の中で、大きな兄さんの背中だけがぽっかりと穴の開いたように暗く浮き上がっていた。兄さんはじっと黙っている。僕もそれに放って同じように空を見上げていた。行って帰る夜の波は大きな群衆のようで、空では無数の星たちもそれぞれの呼吸を繰り返していた。そんな大きな一つの生き物の中に兄さんの影は浮かんでいる。だよねなんかすごく嫌な予感してたもん。だから押してみた。これが本物のお兄さんなんだよね、多分。きっと遠くで水の跳ねる音がした。それくらいだった。もう、立花さん。もう、やばいって、いきなりやばい。遠かった、すごく。逃げてきた、送り出された、追い出された。僕は期待されてる、父さんは僕が嫌い、母さんは泣いていた。このこと、お父さんとお母さん知ってるのかな？僕が押したって。何？怖っ。目か、これ。目だ。怖い。僕を見る目。兄さんは。僕が殺しちゃったもんね。うわぁ、怖っ。あー、これで、お父さんたちから逃げて、こっちに来たと。ほら、新しい兄弟だ。ちゃんと挨拶しなさい。工藤光代さんですね。立花仁です。よろしくお願いします。これは前回の K ルートでもありましたね。親が亡くなって東京でなら仕事があるかもしれない一点で一人で出てきたそうだ。まだ13なのにかわいそうにな。待って、結局さ、お父さんとお母さんもやっちゃったんだ。そういうこと？新しい父さんはそう言って僕の頭を撫でた。お父さんとお母さんの元から逃げたのか、お父さんとお母さんも殺したのか、あれどうだったっけ。うわー、怖っ。そうだ、僕の家族はみんな死んじゃったんだよね。新しい父さんの大きな手が僕の頭を優しく包み込む。わー、やっぱ殺したってことか。生きるためにここでは頑張らなきゃ。これまでの僕とは違うんだから。まあ、そんなね、立花の行動を肯定しそうだもんね、あの工藤は。
多分絶対肯定する。その日、僕に新しい兄さんができた。兄さんにとってこの場所は良くないところらしい。でも僕は新しい場所ならどこでも良かったからここに住むことに決めた。静かだ。兄さんは僕より先に寝てしまったみたいで、ひっかすかな寝息だけが聞こえてくる。頭痛い、気持ち悪い、ぐるぐるする。うわー、びっくりした。あの目ちょっと怖いな。この頃一人になると、何もしていないのに急に不安になって心臓がおかしくなることがあった。もうここまで来たはずなのに。結構トラウマにはなってるんだ。気持ち良さそうに寝入っている兄さんを尻目に、自分の布団を頭までかぶり直して目をつむる。まあでもね、だってお兄さん、自分の本当のお兄さん殺しちゃったんでしょ。眠れないな。そりゃそんな目を向けられるのもね、まあ、いや、やっぱダメだよ。怖いよ。それを素でやってるからね、立花は。押したのね。兄さん、準備できた。ちょっと待て、うるさい。翌日明け方、すぐに僕は兄さんたちの仕事について行くことになった。ったく、こっちにはいろいろ、他もいろいろあんだから。兄さんはぶつくさ言いながら草履を引っ掛けると、もう一人の男の子を連れて玄関から出てきた。昨日挨拶した時にいた子だ。うわー、何あくびしてんだよ。だって緊張して眠れなくて。あっそう、別にいいけど邪魔にはなるなよ。わーい、お前。あ、絵がある、絵があるんだけど。もう一人の男の子、え、かわいい。なんか無邪気な男の子そうだね。あの、新入りの、ジンだっけ。俺、三男のイサム、よろしくね。兄さんが連れてきた子が見かねたように間に入って、割って入る。元気よく握手を求めてくるその子は、僕より随分と小さくて、何より目立つのは右腕の二の腕から先がなかった。あ、これギュッと結んでるんだ。はいはい。イサムは10の年だが、お前より兄貴分だ。ここでは年の数は関係ない。家に来た順番で決まる。はいはいはい。年齢は下なんだね。あ、そうなんだ。よろしくね。なんか、もう気に食わなさそうじゃない？握手を返すと、イサムくんは嬉しそうに笑った。ここには面白そうな子がたくさんいるな。挨拶が済んだなら行くぞ。かわいいな、イサム。こいつとは町まで一緒に行く。とは言っても目的は別だから、途中で別れることになると思うが。こんな、ね、一人でじゃあ頑張るってこと？イサムくんも10歳で？兄さんが先を歩いて、その後をイサムくんとついていく。初めてのお仕事だから頑張らないと。お？あら、みつるさん、みつるさんとこの子たち？みつるさんでいいのかな？ひかるさん？ああ、タオラのば、おばさん、こんにちは。どこに行くの？町へ買い出しに、父さんのお使いです。ああ、そう、行ってらっしゃい。タオラさん。うわあ、もう何？なんで目がもうないの？目はあるけど、光がないの？キャッ、気分悪いな。何、どうした？急に。誰だったの？あの人。あーな、二軒先んとこに住んでるばあさんだよ。俺たちが何か悪さしねえか気が気じゃないんだ。あ、やっぱ知ってるんだ、その悪さしてることとか、お父さんのことも。イサムくんはそう吐き入り捨てると、道端の石ころを蹴飛ばした。ん、兄さんが言ってた近所のやつらってこういうことか。どこに行っても変わらないな。はちょっとやりそうじゃない？大丈夫かな、おばさんのことも。そういえば、イサムくんは別の仕事なの？僕たちは街で狙う人がいるみたいだけど。ははそりゃそうだよな、気になるよな。ほら俺、こんな腕じゃん。だからさ、あんたらみたいに体を動かす仕事とかできないわけ。だから俺みたいな子供が欲しいって大人のところで働いてんやんだよ。あ、へえ。イサムくんはふーんと得意げに鼻を鳴らすと、ところから包帯を取り出して右目に巻きつけてみせた。
お、怪我してるみたいに見えるよ。ほら、こうしてやると痛々しいだろ。こうやって大人のそばでかわいそうな演技してさ、稼いでやんだよ。あいつらバカだから結構騙せるぞ。うわー、ちょ、なんかね、人の善意につけ込む感じは良くないよ。骨食ってこと？バーカ、そう言っちゃおしまいだろ。結構儲かるんだから立派な商売だぜ。あんま良くないけどね、全然。せっかく片輪になったんだから、これでもらえるもんはもらっとかねえと。東京ってすごいね。僕の村にも復者はいた？だけど、その誰もが村の隅や家の奥で息を止めるようにして暮らしていた。そう、僕みたいに。こんな生き方もあるんだ。意味わかんねえ。田舎じゃ孤食できねえの？イサム君はずっと東京で暮らしてるの？そうだな。ここに来る前は母さんと兄弟と暮らしてた。でも俺が怪我したからさ、邪魔だって言われて。ええー、それで邪魔って言って捨てられたってこと、最悪だな親。そう。家族に追い出されるのって辛いよね。僕もわかるよ。その話もっと聞かせて。怖いな。なんか立花には聞かせちゃいけないような話な気がする。めちゃくちゃ怖い。町に着くと、イサム君はボロボロの服を着たお腹の大きい女の人に連れられてどこか行ってしまった。きっとこれからお寺なんかでお仕事するんだろう。お前ら盛り上がってったな。うん、兄さんがね、兄弟付き合い悪くて最悪だって話してたよ。すぐわかる、嘘つくなバカ。あ、ビンタした今、パシンって。い、嘘言ってないもん。はぁ、兄さんはため息を一つ吐くと向き直って道の先を指さした。そろそろあの店から虎の帯の男が出てくる。十分に酔ってるだろうから、人がいないのを見計らって腰頭巾、腰巾着を取るように。中に銀の鍵が入っているから、それを確実に持ち帰れと。今日の仕事はこれだけだ。鍵って何の鍵？知らん。俺たちはそれを持って帰って父さんに渡すだけだ。お前はまだそこで見てろ。今日は俺がやるから。これで余計なことをしてバレて K が罰を受けたんだよね、前回は。しばらくして出てきた男に、兄さんは音もなく近づくと、目当ての腰巾着をすっと奪って戻ってきた。男の人全然気づいてなかった。今回は運が良かったな。まあ見つかっても走って逃げればまず大丈夫だ。顔なんかすぐ忘れるし。すごい。そうか。ま、こういう感じ。そのうちお前もやるんだから見て覚えとけよ。なんか楽しそうな感じ。都会ってすごい。僕がいた村じゃ考えられない。人がいっぱいいて、いろんな仕事もたくさんあって、ここでは僕のことなんか誰も知らないんだ。こんなに自由な世界があったなんて。あ、ここではないのかな？あのバレて罰を受けるやつは。兄さんは不思議な人だった。僕のことを雑多い虫みたく扱うくせに、僕の失敗の責任は全部受け負って、自ら父さんに殴られ、あ、やっぱりそうだよね。この人はどこまで僕のために自分を犠牲にできるんだろうか。そう思うとおかしくてしょうがなかった。うわ、怖っ。僕は次第にわざと失敗して父さんの怒りを兄さんに向けさせるようになっていた。もう実験してるじゃん。そうじゃなくても、父さんはいつも兄さんを呼びつけていたけれど。兄さんの傷はどんどん増えていく。うわぁ、もう足もじゃん。もうやめてあげてって、ほんと。それでも、構成が終わった後に、そばに行ってあげると、兄さんは少しだけ嬉しそうな顔をした。君を守るためにやったんだよ。Kはね、自らを犠牲にして。僕らの家にはお金がない。困った父さんは新しい取引先をたくさん探しているみたいだった。ジン、お前はこっちだ。お前は他と違って見込みがあるから、特別に大事なことを教えてやろう。思考が一緒だもんね。はーい。
やばい思考だよ本当に。僕に何の見込みがあったのかなんてわからない。それでも父さんは他のみんなが仕事に行っている間に僕だけを部屋に呼びつけてはいろいろなことを教えてくれた。文字書き、法律、数学、そして僕らの仕事について。ただ下でこき使われるだけなら知恵はいらない。でもお前はそのうち人を使えるようになるだろう。それには必要なことだよ。二人だけの時、父さんはいつもみんなに言っていたこととは真逆のことを言った。一人だけ特別扱いされてるみたいで、なんだか嬉しい。イサムは最近ダメだな。ね、イサムやだ。イサムやめて。売り上げ？ああ、あいつも体が大きくなってきただろう。需要がない。そろそろ潮時か。小さい方がかわいそうだもんね。理由をつけてご飯抜いたりしていたけど、それでもダメ？無理がある。あいつは体も動かせないから、何か別の使い道を探さないと。父さんは指で机をトントン叩きながら考え込んだ。もう一本も取れば、もっとかわいそうか。うわぁ！そういう思考になるの？サイコパス。ダメだね。死なれたら無駄になる。そっか。勉強って難しいな。学校なんてほとんど行ってなかったし。考えるのが嫌になって、帳簿とにらめっこしている父さんの懐に入り込む。クラクラするような甘い匂い。僕はこの香りが好きだ。最近かろうじて読めるようになってきた文字で、帳簿にはそれぞれの仕事の内容や売上が書き込まれているのが目に入った。け、兄さんのところ、掃除？盗みとかじゃなくてお掃除？でも売上一番だ。父さん、これ。ああ、そろそろジンにも読めるか。何が気になる？そこで僕は初めて兄さんの本当の仕事を知った。羨ましいとダダをこねても、父さんはこういうことは下の者にやらせておけばいいと言って聞き入れてくれなかった。気に入らないんだ、お兄ちゃんが掃除だけしてるのかってこと？で、売り上げも一番だから。兄さんって人殺しなの？あ、父さんから聞いたの。兄さんの仕事の話。そういうことか。否定しないんだ。だったらなんだ、どうでもいいだろ。兄さんは特に動揺もせず、ぶっきらぼうな返事で人殺しという言葉を受け入れた。どうでもよくないよ。その話、もっと聞きたいもん。怖っ。人殺しの話聞きたいって。兄さんの話は僕にとってはすっごく魅力的だった。無駄のない淡々とした語り口はかえって現実味を帯びて想像をかきたたせる。今日はどんなお話が聞けるかな。僕はそんな大役を任せてもらえない。だからこの頃は兄さんのお話を何よりの楽しみに。待って、 K の掃除ってそういう意味の掃除か。人殺しの掃除だからそれが羨ましかった、そういうことか。私本当の掃除の方を思い浮かべてた。なわけないか。ある日、今日は父さんが忙しいから僕は一日中暇をしていた。こんな日は兄さんたちの部屋にちょっかいを出しに行ったり、父さんの部屋で本を読ませてもらったりする。父さんの部屋は面白い。よくわからない大きな壺とか絵とか剥製とか、村では見なかったものがたくさんある。僕はその一角にある境内が特に好きだ。台の上にはかんざしに、襟止め、指輪とかキラキラしたものがたくさん置いてあった。一つ一つそれを手に取っては眺めて、これが似合う女の子はどんな子なんだろうと思いを巡らせる。きっとすごく可愛いんだろうな。境内の引き出しの中には色とりどりの障子の小瓶に詰められた多分お薬。見たことのない文字でたくさん書き込んであるラベルにも僕の興味は大きくくすぐられた。でも今日は、蔵の戸の近くに座って、アリが土を這っていくのなんかを眺めていた。こうしていれば少しだけ声が聞こえる。声？蔵の中には父さんと、この前に来た兄さんと同い年くらいの女の、はい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 。
蔵でなんかやってるみたいなの言ってたよね。耳を澄ますとかすかに聞こえる声は何を話しているのかまでは聞き取れない。でも僕の想像を満たすにはそれで十分だった。兄さんから聞いた話と聞こえる声を重ね合わせる。ドキドキする。やっぱり間近で見たら違うのかな。遠くじゃなくてやっぱりこの手で最後までを感じられたら。あれ、遠くって何のことだっけ。お、うわっ。ああ、ジンか、ちょうどいい。Kを呼んできてくれ、すぐにな。う、うん。やっぱさ、ジンに見込みがあるからか、なんか優しく見えるよね。兄さん、父さんが呼んでる。わかった。で、ここで後始末をさせるのか。うわぁ、もう、ほんと、救いようのない父親だな。勝手に兄さんの後をついて蔵の中へ入ると、ずっと思い描いたままの光景が広がっていた。薄暗い中に一人の女の子が倒れている。こんなに近くで見れる日が来るなんて。父さん、これは。女の子の顔は赤く濡れていて、大きく見開いた目に自然と僕の視線は引きつけられた。かわいい。やばい方を染めてるんだけど。ずっと考えてた。欲しい、欲しいものが目の前にあった。クラクラする、ドキドキする。けたたましく泣くセミの声も、兄さんたちの会話も、すべてがひどく遠のいて聞こえた。やばいな。父さんが、これな、ノコギリか、ノコギリだ。ノコギリをくれたのに、兄さんは何をするわけでもなく、その場に突っ立ったままだった。兄さんからしたら珍しいことじゃないのかもしれないけど、僕は違う。初めてなんだよ、こんなに楽しいの。兄さん、兄さんはどこから行きたい？は？ほっといたら死んじゃうよ、もったいないよ。兄さんがしたいなら、しないなら僕がやってもいいんだよね。ねえ、そうでしょ？ねえ、止めないってことはそれでいいんだよね。もうドン引きだよ。あ、交換してくれてありがとう。床に放ってあったノコギリを拾い上げ、女の子のそばに歩いていくと、その子はびっくりと体を震わせた。うわ、うわ、こわ、マジで普通の顔じゃん。めっちゃ真顔で、可愛い顔で残酷なことしてる。馬乗りになって頭を押さえつける。ふとそこで初めてその子がつぶやく言葉が耳に入った。なるまるさん、誰？誰誰誰誰？助けて、まるまるさん。喉元、何度もへ引いてやった？何度も、何度も、何度も。何度も放置されていたノコギリの刃は錆びついていて、ぐちゃぐちゃに潰れた切り口からは何度も大きな血が吹き出した。それでも結局、最後まで断ち切れなかった。うわぁ、やば。この子はもう喋らない。それでも最後に誰かを呼ぶ声が頭にこびりついて反響し続ける。他人の名前を呼ぶその瞳は目の前の僕なんて見えていないみたいだった。どんどんと青ざめていくこの子の顔を眺めていると、あんなに高ぶっていた気持ちもずるりと冷めていった。血だまりの中で乱れた髪をすくい上げる。女の子らしい長くて艶のある髪が僕の手の中にあった。自分のことを見てほしいのかな。最後に誰かの名前を呼ぶなんて、随分と幸せな人生を送ってきたんだろうね。そんなこと思う、怖いって。ひねくれすぎでしょ。ジン、それ楽しいか。兄さんが後ろから声をかける。譲ってくれたお仕事だから、僕が楽しんでるか気にしてくれたのかな。うん、すっごく。首って本当に硬いんだね。そうだな。その後も指をちぎってみたり、広がった血で彼女にお化粧をしてみたりしたけど、怖っ。なんとなくそこを冷えした気持ちに、再び血がつくことは火がつくことはなかった。僕が欲しかったのはこれじゃない。なんだかむしゃくしゃして、今僕が思いつく限りの欲しいものを兄さんに話してやった。
いつも通り兄さんは話半分に聞いて時々相槌を打ったりしてくれる。何があれば幸せになれるのかな。途中まではあんなに楽しかったのに。着物汚れちゃった。目の前に散らばる塊は魅力を失って、もうそこらの土くれと何も変わらない嫌悪感すら感じる汚物に変わり果てていた。死んだら意味ないんだ。だから死なない程度に手元に置いておきたい女が必要ってこと？父さんに言われた通りに散らばったものを片付けると、まとめて何もかも全部裏山に捨ててしまった。あの辺りは野犬が多い。しばらくすれば綺麗になっていることだろう。かすみちゃんさ、マジ立花にそのまま捕まってたらやばかったよね絶対に。その夜、夢うつつの中、部屋から抜け出す兄さんを見た。僕には分からなかった。兄さんが出ていくのはなぜ今日だったのか、何を思っていたのか、どうして今僕の心臓がキリリと痛むのかも。そういえば今日は珍しく兄さんは僕を否定しなかったなと思った。もうね、諦めたんだよね多分。否定することも、否定しても無駄だって思ったんだろうね。君がいなくなった朝、来た橘八弘。逃げ出そうとした君を僕が殺したと嘘をついた。あの人は何も疑うことなく、ただ一言、そろそろ俺もそうしようと思っていたと言った。それだけだったよ。君がいなくなってしまったというのに、それだけだった。うわぁ、なんかね、いい感じのイラストなんだけど、お前やばいからな、知ってるからな。ねえ兄さん、君はずっと知らないままなんだろうね。窓の外では僕を育てた東京がどんどんと遠ざかっていく。朝焼けの鋭い光がまぶたを照らすと、目の前の彼女はかすかに眉を動かした。光に透ける透明な肌の下には複雑な色彩が生き生きときらめいていて、このまま何時までだって眺めていられるような気がする。このままどこへ行こうか、僕たち一緒ならどこでだってやっていけるね。ここには僕と君の二人だけだ。君は生きていて、君の中には僕しかいない。なんて幸せなんだろうか。ガタリと揺れる列車が方向を変えると、僕らの席は影に包まれた。うわー、怖い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 。気を失った君は穏やかな顔で眠り続けている。呼吸とともに小さく上下する胸が愛らしい。君の艶やかな髪の上に指を滑らせる。やっと僕は僕の半身を手に入れたんだ。誰にも邪魔させない。そう、誰にも邪魔されるんだよ、トバリにね。いや、これはトバリに邪魔されてよかったよ。もう橘の思い通りに行くのはなんか私納得いかん。かといってトバリがいいんかいって話なんだけど。はい、ヤヒロ推しをゲットしました。いや、もうやっぱひたすらただただサイコパスだったよな。子供の頃からねサイコパスで、まあね、それでやっと幸せを手には入れられたんだろうけどもね、残念ながら橘の思い通りにはいきません。